日本ハム、楽天に勝利、上川畑が決勝的時だ。日本ハムが楽天に4対3で勝利、一分けを挟んで今季初の5連勝とした。打線は延長12回に先頭のタミヤが2塁打でチャンスメイク、西に3塁から上川畑が決勝の左前的時打を放った。先行しては追いつかれる展開で苦しい試合となったが、最後は福平の一打で振り切って、昨季は17勝31敗と苦しんだ1点差、試合は今季5戦全勝、底力がついてきたことを証明する6カード連続初戦白星で、貯金は4となった。カッパ、ジャスティスが勝利投手。勝てるんだな今年は。接戦に強いハム。1点差で勝つのが一番得した気分になって嬉しいよな。サンキュー上川畑。采配ミスをカバーする選手たち偉いぞ。新庄采配に反撃ののろしを上げるタミヤの二塁打。最後の抵抗バントからのまんまる凡退を打ち倒した上川畑。達也に勝ち続けたかったな。山崎達也も完封したかったろうな。でも向こうの勝ち田全員使わせたのは良かったな。今のハムはどの打順が点につながるからわからない怖さがある。今年は誰かが打たなくても誰かが打ってくれるな。2連続完封したのがここで効いてくるはまだまだ余裕あるやろ。今日みたいな勝ち方できるの強いわ。マジで今年粘り強くなったな。明らかに去年とは違う。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。